最後進次郎が今,、はい、今だよ現在色紙に書くとしたら何て書くの僕はねやっぱりずっと挑戦っていうのを毎年<ー>やっぱりそれをこう、気持ちが泣いてくるとやっぱり老け込む詩っていうのがあるんですよ<ー>だから52歳ですけどもまあ、50歳になった時にもう50歳と思うのか、うん、まだ50歳と思うのかで全然人生のその、やっぱり、見方が変わってくるんで、うん、そういう意味でこう。 余計に挑戦ってていいうのを掲げろんなことをし,だしたんですよ、うん、あえてフルマラソンもしたしっやったのかなで,すよでせっかく練習してもバン,バンターンやったら2 0キロ以上を何回も2 5キロ、3 0キロ近くも走ったりもしてたのに、うん、その前の1週間の時にキャンプ行ってくれるんですよキャンプ取材、うん、これは本職なんですけどね、うん、<laughs> で本職でずっと原さんと一緒にこう立って中日も見に行ってずっと一日中立ってるわけなですか、うん、膝と腰 おかしくなるじゃい立ってるとあるあるでもう疲れが取れないまま<ー>マラソン行ってもう最初の出だしで「よいドーン!」ってあのピストロ音なった瞬間に「あっ無理だ」うもう分かっただもう最初からもうダメだこれこれいけるかな最後まで。でもう全然足がもう進まなくてんそれで何<ー>とか。 5時間40何分あでもったんですよギリギリの6時間までの間だったんでいやねやっぱひそのまま東さんがフルマラソンやってる頃に、はい、それ聞いたことあるのももう大会1週間前なのにミノもんたさんが「飲み行こう」って言われてミノ、はい、さんと東さんと俺連れてかれちゃったわけ、はい、俺は喜んでるよ。はい もう,いやさああもう終わったっつってたもう今うの一日で飲まなくても寝る時間変わっただけでも終わるっっあ,<ー>あ。そんな微妙なんですかフルマラソンみたいな遊びじゃないんですか、まあ、遊びだけど俺は真剣にやってるんだっってあやっぱり今までの練習はねなんか水の泡で、ね、僕ら2日連続でずっと立ってたんでもう棒になって、うん、でジャグジーはいっぱいこの辺とかもうマッサージしたんですけどもう全然もう回復せずでいきなりうな、うん、そういうのがさまた説得力あるねその今までの新次郎の野球に対しての人生投資から見ると。 だ何でもやってやっぱりねその辛さとかもそうだし、うん、楽しさも分かるしっていうのを経験っていうのが今も来てますねやっぱりだから毎年例えば年を明けて今年はってな時にうんんだろうなでもやっぱり挑戦かなっていうふうにそういうふうになります、ね、なんかこの間掛布さんにも俺は憧れて字もらったんだけど掛布さんも同級っていう自分がまだ憧れていて野球に感謝して、はい、野球に憧れていたい、はい、自分も憧れる存在でいたいとかさ 今の信じ郎の挑戦とかって理にかなってるねそのはい、はい、男の今の人生のもう自分磨きですねなるほどなはいはい、はい、僕はやっぱり人が好きなんでいろんな人と話をするといろんな考えがこう入ってくるじゃないですか、うん、で若い時だったら昔の人と喋ったら昔はないとあやだあまたこのおっちゃん昔の話とかなんんな,なるんですかやっぱり自分がまあ人生においてだったら中堅でしょうなると。 70歳80歳の人と話するとめちゃくちゃ楽しい人ですよ昔はなああいうどんなんでしたあるやっぱりあるとおお面白いなとかそこからどういうふうにしていったんですかとかも楽しくなるし若い子の話もついていかないとと思っていくとこのこ頃はパワーあるなとかいうのもあったりとかなるほどな結構考えとるなとかあるから人と会ってしゃべるの大好きなんですよ。 <タッ>やっぱりね努力してトラブルを起こしてないから<ー>俺はトラブルを起こすタイプだからたかれてて人と会うのが基本苦手なとこはあるの実は<ー>人がいないとこいないようにいないように生きていっちゃってる自分もいる<ー>だから今も心臓やってはまったのがギターもやりだしたのエレキででででなんて弾けるようになったりそう。 だからあ挑戦俺もしてるなって思ってるしだそういう人生だから俺また挑戦も頂い,いちゃおうかな色紙にね何でもやってね<ん>、はい、どこでどういうふうにまた人生が変わるかもわからないしね興味を持ってねぜひ僕この年になってもう去年ぐらいにあのリコロナ禍で YouTube 何しようと思った時に。うん 小学生の頃に戻ろうと思ってリコーダーやってでこれ指がでかくなってるから拭きにくいなと思って中学生がやるやつがなんんていうですかアルトえどっちかなあ<れ>アルトが中学生そうするとあのアルトになった時にパーの出し方が違うんですよ初めて知ってえそうなんみたいな、はい、なんか指このねなんか小指を開けるかなんか <laughs> そうなの それでこういろんな歌手の歌を自分の歌をコピーしてこう自分で吹けるようにして、うん、それれると寝ななくなるんですよ、うん、こうやってこういうああでもテストと同じようにビデオ携帯置いて「よし本番」みたいな感じで, <laughs> でこうやってると最後のワンフレーズになってきたら緊張して「<laughs> <laughs> 間違わないように最後までけって。<laughs> なんかドキ終わったとドキドキし心臓バクバクしてるのがわかるという何やってんじゃん俺とか <laughs> ありますねはい本当に突き詰めちゃうなはい楽しいですでも<然>はい夜もやっぱり近所迷惑なんでちゃんと音が聞こえないなんかそういうちょっと詰めるようなやつがあるんですそれも買,買ってちゃんと詰めてこう上吹いてやばすごいなぁまあ俺の願いとしたらやっぱこういう人はグランドでやっぱり本当は 若いやつらに接してあげてほしいなと思うけど<ー>でも今の新人王のきざを見てると正直野球界の小さな小さなとこじゃん正直に、はい、ハマるのはまた本当に寝れなくなると思う,ーうコーチって本気でやろうと思ったら24時間体制、ね、だからやっぱり野球はやっぱり自分の仕,仕事を自分がやってきたあの育ててもらった場所なんでんやっぱりこう見てたりするともうすっごいハマっちゃうんですよで今の若い選手と この子の場合はやっぱり人によって全然ね、うん、あの生まれ育った環境も違しうし、ん、骨格も全部やっぱり体の時も違うんで、うん、この子の場合はどうやったらうまくいくのかなだからあこここうやったから悪くなってんだとかやっぱりじゃあ今の状態だったら声かけない方がいいなとかう自分がコーチだったら今は声かけた方がいいないやもっと苦しめ。 んかこう自分が成長するために今は苦しんだ方がいいのとかそういうのをだから熱くなってしまいますあの野球を見ると「な,るね、なんでそうなんねちゃうやろ」とか「うんもう今のは野球以前の問題や」とかやりきったのにまだそんだけ思えるのすごいよな。 ああ、かそうなんですかね。やりきったのに、<ー>だってやりきったでしょ。いやもうめちゃくちゃやりきりました。あの,のやっぱりそんなに恵まれてないんじゃない。体がさ、はい、強靭なでかくてじゃないじゃない。もともとが本当 1600cc ぐらいの人が6000にか,かかってったの,のことじゃない。そんなんだけ打撃のあの大だの神様まで言われてさ、別に俺も海外なんかやりたくないわけじゃん。やりないですよ最後までやりたくなかったで,でしょ。はいはい、<laughs> でもそれはそれで切り替えてさ。うん でも今その野球をしっかり見れるい、はいいや。でもやっぱり、そのやりたくなくても、やっぱり代打をすることによって、見えてきたものっていっぱいあるんで。やっぱり終わった時は、あ、代打よか、やってよかったなって思いました。これやっぱりずーっと、スタメンで出てて、終わるのと、<laughs> うん、やっぱり代打出て、その代打も、まあ。 別にどうでもいいようなところで言ったらちょっとあれかもしれないですけどもそうじゃなくて大事,大事なところでってこう任されたところで一級にかけるためにどれだけ練習してんねんっていうそれも出ないかもしれない今日一日っていうところのために毎日やってる姿ってなんかそんな経験したことなかったんでやるとあこうやってやるんだとかそれでもやっぱ最後の最後までそのやりか練習のやり方って見つけられなかったなとか思ったりとか。 するとあいい勉強させてもらったなみたいななんだろうなあの4シリーズ川端のヒットもさいやすごいですよ。なんだ全身してんのに入れるとこにいっちゃうのがあいつの努力なんだろうな。すごいと思いますね。なんか熱い努力で運気を呼んでるみたいなさね。でやっぱり手出しあもとってそ度そからねもうガーンってもう手術もなんかしてってすごいなって。まなか脱つかがねそうですよね。あもう全最後もう大打しかでレバーになって。はい。 あいつも努力してんだゴルフだってさあいつもゴルフはまってて180ヤードしか飛ばなかったんだよ、はい、2> 今270ぐらい飛ぶようになったへ<ー>あんま努力してんだ練習行ってんだっつうからあ<ー>でやっぱりその野球人の,その代打家をやった人の辛さはやっぱ知ってるからさ俺らもね<ー>らそこもゴルフには生かしてほしいなって結論は本当に思ってる。なるほど ぜひぜひ、ちょっとね、本当に自分のちょっと違った人生を見つけ出せ。そうですね。だから年明け、ぜひ。はい。健ロ郎も時間合はして。健ロ郎どこがコースなの、メンバーコースなの。チェリーヒルズ。チェリーヒルズっていう。ええ。まあ、東條行ってみようか、そのプロのシニアの。はいはい。東條のそのシニアがやるティンとこで。いいですね。うん。はい。本当楽しかった、今日はありがとう。いやいや、とんでもないです。ありがとうございました。いや、本当 この気持ちをそのまま関本につなげます。そうだね。そうだね。健太郎君。<laughs>